2014年の MLB オールスターゲームは、ナショナルリーグとアメリカンリーグの間で行われた85回目のオールスターゲームである。2014年7月15日にミネソタツインズの本拠地、ターゲットフィールドで行われた。監督は、ナショナルリーグは、セントルイスカージナルス監督マイク・マシーニー、アメリカンリーグは、ボストン・レッドソックス監督ジョン・ファレルが務めた。試合は5対3で、 アメリカンリーグが勝利、MVP には5回裏に、決勝だとなる敵時にルイ打を放った、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムのマイク・トラウトが、選出された。勝ち、マックス・シャーザー・ハイ、パット・ネシック・エース、グレン・パーキンス・ホン・ルイダ、エノ・エル・ナシ・エール、ミゲル・カブレラ、デッド・シンパン、球審、ゲイリー・セーデルストレム、ルイ・シン、ジェフ・ネルソン、ボブ・デイビッドソン、 スコットバリー、ソトシン、トッド・ティーチェナー、ビッグカラパザ観客動員数41048人、試合時間3時間13分地元、ミネソタツインズからは、ファン投票で1人も選出されず、監督推薦、選手間投票で、グレン・パーキンスが選出され、カーと鈴木が故障で、出場辞退したマット・ウィータースの代役として、選出された。投票結果は、 現地時間同年7月6日に発表された。最多得票は、ナショナルリーグが534万9456票を獲得したトロイ・トゥロイツキー、アメリカンリーグが585万9019票を獲得したホセ・バティスタ。選出選手の発表後、選出に漏れた選手の中から各リーグ5名が選ばれ、最後の1枠をかけたファン投票が、 同年7月6日から10日まで行われた。昨年同様、ノミネートされた各リーグの5名は、ナリーグは全員野手、アリーグは全員投手だった。オールスターゲーム前日の7月14日に第30回ホームランダービーが同球場で開催された。今年度から各リーグから5名を選出し、予選ラウンドがリーグ別に行われる制度に変更され、 各リーグ1位の選手が決勝ラウンドに進む。ナリーグはトット・フレイジャーが決勝に進出。決勝ラウンドではセスペゲスが、フレイジャーの1本を大きく上回る9本を放ち、2年連続の優勝となった。試合2日前の7月13日には、同球場でマイナーリーグのオールスターゲーム、フューチャーズゲームが開催された。試合は、米国選抜が、 世界選抜を3の2で下し、MVP には6回裏に、逆転の2点本塁打を放った上位ギャロが選ばれた。勝ち、ジェイク・トンプソン・ハイ、マイケル・フェリス・エス、ノア・シンダーガード試合時間、2時間33分。ありがとうございます。